はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回はなんと iTunes カード買ってきました。いやー、ちょっとね、本当にコンビニ行った時ももうドキドキでしたよ。久々にコンビニで1000円以上のお買い物をしたなって感じなんですけど、じゃあ買いたいと思います。うわー、本当にあれだな、1200円か。まあでもね、楽しめると考えたら、いろいろちょっとなんか賛否両はあると思うんですけど、1200円いきたいと思います。はい、買います。はい、増えました、ようやく。ちょっと長かったんですけど、ぐだりましたけど、購入情報を失わないために任天堂アカウントと連携しましょう。任天堂、あ、これはいいや。よし、じゃあ行きたいと思います。それで、はい、フレンドがいるとランキング、はい、僕は友達がいませんということで、じゃあやっていきましょう。ちょっとお試しでね、確か20秒ぐらいやったんですけど、よいしょ、おお、かっこいい。で、こっからジャンプして、これ確か乗るんですよね。で、確かこの下にピンクコインがあるから、あ、おい、間違えた。よいしょよいしょ、かっこいいぞマリオ。よしよいしょ、ほい、あ、間違えた。よいしょよいしょ、 OK で、あー、そっか、あれどうすればよかったんだろうな。よいしょ、あ、よいしょ、オッケーオッケー、よいしょ、あ、ちょっと待ってください。止まった、ずれてないかな、大丈夫かな、大丈夫ですね。よいしょ、ちょっと多分画面ずれがすごかったかもしれないですけど、しまった、間違え中。ちょっと待って、よいしょ、かっこよく、あー、ピンクコインもう完全逃してる。よいしょ、ほいほい、で、ここもジャンプして、降ります、私降ります。で、これ乗ってこう、乗って、うん、何も意味ない。よし、で、あ、クッパちゃん、あら、クッパがいる。さあ、どうすればいいの、どうすればいいの、飛んでいいの、うん、これはあれかな、クッパが、しゃがんだ瞬間に行けばいいのかな。さあ、どうすればいい、どうする、どうするか、これが今のタイミングか、ちょ、無理これどうすればいいんだ、考えろ。そうか、ゴリゴリ、ちょっと待って、下がりすぎ、ちょっと待って、よいしょ、どうしよう、あ、でもピンクコイン取れたな。よいしょ、ほい、で、戻って、よいしょ、キノコがない、キノコがあればゴリ押しできるんだけど、よいしょ、ないかな、あった、よっしゃ、ゴリ押せる。さあ、いきますよ。はい、こんにちは、クッパちゃん、意味ないんですよ。え、ちょっと危ないよかった。はい、まず砦突破ですね。こういう感じでクリ、え、ほこり、よし、はい、じゃあ、まずクッ、ホコリカス、突破しました。まあやっぱりあれですね、お、ピーチ姫、マリオ、あまあやっぱりそうですよね、安定ですよね。喋んない、喋る気はないと、うん、できればアフレコしたいんだけどな。いや、マリオ無理やって、なんかちょっとクラウン持ってき、よし、マリオいつも走っていきますけどね、なんかクラウンそのまま持ってけばいいのになって。ラリーチケット10枚ゲット。ハンマー、キノピオラリーの新たなワールドのコースが達成しました。まあ、これはいいや。じゃあ、次は、わー、お化けのところか。じゃあ、行きましょう。お化けドアの屋敷、行きましょう。迷うのかな、やっていきましょう。これ欲しいな、キノコ。え、おお、あ、すごい、あ、こういう感じなんだ。ちょっと待って。どうしよう。あ、こうやって入れるんですね。で、デデデ大王の、よいしょ、あ、すごい、あ、すごい、これやばい。ちょっとピンクコインが欲しい、あー、入っちゃう、勝手に入っちゃうのか。どうすればいいんだ。よいしょ、いただきます。あ、ピンクコイン、そっか、ジャンプして、嫌な時はジャンプすればいいのか。で、よいしょ、これもらってバックしたいな、戻りたいな。で、ここは普通に降りましょう。ピンクコイン欲しいんで、よし、 OK。 で、問題、違う、入っちゃダメ。で、あ、なんか違うとこ来た。ピンクコインがある、ピンクコインは欲しい。よいしょ。で、あ、間違えた。こうの、あ、違うな、これ。よいしょ。よし、オッケー。これだ、イングでも、これでピンクコインがゲット。で、どうしようかな。
ここでこうしてよいしょ、あ、当たっちゃう、当たっちゃうけどもういい、あ、クソなんでそのまま行けよ、あ、OK、OK、OK、よし、で、どうしようかな、どれが正解なんだろうな、多分あの奥のやつですよね、これですよね、なんかカタカタ動いてるこれ、お邪魔します、違う、よし、はい、よし行きます、さて、わあこれ頭使うの、あ、ゴールかな、あ、これで死にたくない、これで死にたくないよ、パパッ、うん、ここなんでママなの、違うにょんあー、ピンクコイン結局最初のあれですかね、が多分取り逃しちゃったんですけど、まあ4個ゲットしました、よしよし、まあいい感じ、大丈夫大丈夫大丈夫だ、トライアングル、でも大丈夫、皆さん温かい、そうだ僕は下手なんだ、よし、じゃあ次行きますか、ちょっと戻ってどうしようかな、お、プレゼントボックスに何か届きました、タッチして中身をチェックしてみてください、何があるの、はい、タッチしますよ、プレゼントとか久しぶりですよね、ハテナブロック全ワールド購入特典、お、何ですかこれ、なんだろう、そう、そっか、買ったからよいしょ、お、コインがゲット、なんだろう、じゃあ王国作りでちょっとやってみましょうか、じゃあショップで、このハテナブロックなんだろう、いっぱいあるハテナブロック、タッチすると何か出てくるかも、あ、じゃあ置いてみましょうか、多分ハテナブロックがあるはず、あった、でここに置きました、多分コインがいっぱいゲットできるのかな、よいしょ、ほら叩け100コインあったぜ、じゃあボーナスステージ行きましょう、ボーナスゲームプレイしてみます、はい、実はボーナスやったんですけど特に何も面白いことなかったのでちょっとカットしちゃってます、はい、多分してますということで、今回は、ちょっと短いですけどこの辺りで終わりたいと思います、はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました、次回からねもう課金したからにはガンガンやっていきますよ、はい、ちょっとなんかこのマリオランはね賛否両論あるみたいですけど1200円払いたくないという方はこの動画を見て、満足していただければいいかなと、まあ、いろんな方がねアップしているのでそっちの方が面白いと思うので、はい、そっちをおすすめします、はい、ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました、お疲れ様でした、さよなら、ここまでのご視聴ありがとうございました、本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか、もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです、スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。